はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、ダイエットをする際にですね、お酒を飲みながら上手に仲良くやっていくためにはどうしたらいいのかということのね、内容になっております。皆さんね、やはりお酒はね、やはり二十歳になってる方は多少飲んでる方が多いのではないのかなと思います。よかったらのお酒を飲まれてる方はね、コメント欄によかったら飲んでるよと、どれぐらいいるのかなということでコメントいただけたらと思います。でタートルもですね、実際お酒、ビールをね、まあ飲むんですけども、グリーンラベルとかね、糖質が少ないタイプとか、あと普通のね、生ビールとか、結構カロリー高いんですけども、そういったお酒をね、やはり飲む上で、やっぱりカロリーをね、少なめのお酒を選んでしまったりとか、あとは蒸留酒、いわゆるハイボールとか、ワインとか、ああいうものをね、選んで飲む方も最近ね、増えてきていると思います。で、実際ですね、アルコールを肝臓で分解する過程にですね、エネルギーを実は必要とします。なので、ワインとかハイボールっていうのを好んで飲む方は、あんまりご飯をね、食べていなくて飲むと、二日酔いになりやすいという状態です。頭が痛いとか、あとは胃がもたれているとか、その場合ね、ダイエットをする上で、そういった糖質が少ないものを選んで飲んでしまってるのに、次の日調子が悪かったらですね、やっぱり朝食が食べれないとか、あとはもう運動する気が起きないという点で言ったら、パフォーマンスが実際ね、そういった糖質が少ないお酒を選んでしまったがために、次の日チャラにね、できなくなってしまいます。なのでそういった場合は、やはりハイボールとか蒸留酒、まあワインとか食べた場合、飲んだ場合、やっぱりチーズとかね、ああいった食べ物でちょっと糖質を摂取してしまっている場合が多いので、アルコールの度数関係なく糖質が少ないお酒を選んで、結果食べてしまっている場合が多いので、その点で言うと糖質があるアルコールを選んだ方が実はね、次の日二日酔いになりにくい、まあ、パフォーマンスが次の日上がります。そしてその時もあまり食べなくて済むので、結果的に蒸留酒を選んでダイエットをしようと思っている方よりも、糖質のあるビールとか、あとは酎ハイとかね、ああいったものを結果的に選んだ方が、あまり食べ過ぎることを、あまり食べ過ぎてしまわないで、次の日二日酔いにならず、朝食もちゃんと取れて、一日活動的に動けれて、あとは夕方ぐらいには運動ができると。その方がですね、まあ、タートルは実際おすすめしています。なのでまあ実際タートルも、まあ、ワインとか、あとはハイボール、全く飲みません。っていうかまああんまり好きじゃない。なのでまあビールをね、まあ飲むんですけども、まあ、ビールを飲んであんまり食べないです。実際まあ、夜飲みながらあんまり食べないタイプなんで、まあ、結果的に次の日朝お腹空いて、まあある程度食べれて、まあ一日活動的に動けるという場合にね、なりますんで、まあ、結果的に言うと、まあ、お酒を飲まれてダイエットをしている方は、まあ、蒸留酒よりも、まあ、糖質が少し入ったビールとかああいったものを選んでもらって、次の日二日酔いにならないような体のコンディションを保ってもらってですね、まあ、次の日朝からしっかり朝食をとって運動を少しすればですね、前日の夜飲みすぎた食べすぎたっていう場合を次の日にチャラできますんで、そうやってダイエットと付き合ってもらえたらなと思います。まあ、長々とお話ししましたが、実際お酒を飲んでいるよっていう方は、ぜひね、コメント、参考にしたいのでコメントください。今日はお酒とダイエットにまつわるお話でした。ご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタンください。